ライオンズは先発のマウンド、タイラーが上がりました。DeNA ベイスターズはチャンスがあったんですが、ここはショート源田のうまいプレー。セカンドランナーを挟んでタッチアウト。DeNA ベイスターズは先発ガゼルマンです。ランナーを出しますが、ここは内野ゴロ、ゼロで切り抜けます。そして4回もランナーを背負ったんですが、ここは狙い通りダブルプレー、無失点で切り抜けます。5回も2アウト、ランナー3塁2塁とピンチがありました。1番の源田、ここも粘りました。DeNAベイスターズは平の前、なかなかチャンスをつけることができなかったんですが、ここは佐野がセカンドゴロ。ゲーム動いたのは6回です。チャンスで川越、先制の2点タイムリーです。さらにワンアウトランナー二塁一塁で古賀、ランナー2人を返します。これで4対0と埼玉西武ライオンズが主導権を握りました。ここで平は落ち着いた内容です。7回まで投げて今日は無失点という内容です。反撃が始まったのは8回です。ノーアウトランナー3塁1塁、ここは関根の打球、佐藤俊介、これが悪送球。 DeNA ベイスターズが1点を返します。さらにキノコに代わって今度は宮崎、うまいバッティングでランナーを返します。さらには代打楠本、これが同点のタイムリー、4対4。さらにランナーを置いて今度は戸柱、ピッチャー久門から、これが勝ち越しのタイムリー内野安打。これから5対4と DeNA ベイスターズが逆転です。最後は山崎康明がマウンドに上がります。猫ショートゴロ、横浜スタジアムの自身100セーブ目をマークします。 DeNA ベイスターズが逆転勝利、連勝でカード勝ち越しを決めています。